関空に着きました。なぜか日本で遅れてます。なんか不法入国者がおって結構遅れてる。やっとだ、やっと行ける。1時間遅れで香港に着きました。いました、会社の同期の風花ちゃんです。会社から遠く離れたところにおるっていうのでもう俺は幸せ極まりないわ。エアポートエクスプレスに乗るぞ。買えました、オクトパスカード。この中国の感じが俺は結構好きかもしれん。電車に USB。 着きました、クーロン。いいけど日本語書いてるみたいで全然外国感ない。あるやん、漢字で全部読める。空が明るいのは気のせいでしょうか。ただいま夜の8時です。押し方がマジでわからん。これどこ？ボタン。わからんから階段を使う。ほんまや、普通にやった。開いた。地面でいい？地面って書いてある。やっと香港の地面にたどり着いた。チャイナ感があるわ。本日の宿、プルデンシャルホテル。ホテルが酒店なんですか？意味がわからない。ステイフォーワンナイト。イエス、行けました無事。でも明日の方が金な気がする。そうなん、知らんけど。本日のお宿、下にも人がいますね。香港来て初めての飲み物、水。ミーハークソ女。ミーハーバカクソ大学生。香港、香港、イエー、都会です。香港は東京以上。なんか住むようなこんなマンションも結構ある。え、都会、ロレックスしかない。突如現れました、チョンキンマンション。でかいけどこれなんかな、ほんまにすごい。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。5000円が260香港ドル。めっちゃカラフルやな、全部ある。うん、香辛料の匂い、むっちゃいい。デルヒークラブ。お水かなったものとあるんだ。トゥーマッチ。ビネーチャーケンジャモン。匂いがすごいな。ゲストハウスか。緊急統制路線マップ、なんて読むかわかんない。今ここ15階。嫌味感じるな。じゃね、出入り平安。何時？いや、That's why I know your accent. 香港より高い。全部高い。全部高い。美味しそう。ありがとう。ありがとう。お待たせしました。バイバイ。サモサとチキン。チキン。いただきます。初めてのご飯、美味しい。香港に来て食べてるのはインド料理。北京ロード。北京感じるわ。Look right。いい車。セミで休憩。涼しい。全部日本のグミ。ちょっとこのシエティックさんガチで気になんねんけどな。こっちは香港チョイス。ルーファンにやってきました。ドンキやな、言っちゃえば。高いの売ってるけど。フルグラ50ドル、1000円ちゃうな。1000円、え、1000円フルグラ。1000円これ1000円。このビルの高さであの広告を出すのはすごいと思う。俺はサイゼリアのメニューをお送りしたいと思います。日本と多分一緒やな。
ミラノ風ドリア、やっぱり一番人気、約600円、ちょっと高いな。シネマティックやったらこっちボケてる。そうなん。うん、まあいいや、俺が綺麗に映るから。ボケてても可愛いからいいね。やっと着いた。ぬるいかな。めちゃめちゃ飲みたいけど、ちょっと気になる。660円。聞いてるやつある。物価の高騰が著しい。え、1個100円。でも行ってきた玉ねぎ高かったしな。確かに。ドラゴンフルーツ300円。スイカは安くなって4000円。4000円。この辺の値段感はようわからへんわ。この牛肉はあれやな、800円。世界一おいしい煮卵が台湾にありました。日本卵使用。スーパーめっちゃ面白かってんけど、買うもんない。買うもんないっていうか、1個の商品大体1000円ぐらいするから、ちょっと買われへんわ。俺らの今の給料じゃ無理やったわ。貧乏すぎて買えんかった、うん。これ買います。たこ焼き味のおにぎり。これ32ドル。お湯もあるんか。このクソ怪しい飲み物を飲みます。なんていうやろこれ、ようわからんビール。飲んでみるわ、このすごい色のドリンク。お疲れ様です。お疲れした。疲れた。これ味はマジであんこやわ。あんこジュース。なんて読むかわかりません。え、ちょっと待って、これなんかやばそう。ちょっとやばいかもしれない。これカレーじゃない、プリン。食うけど、食ってみるけど、カレープリン。普通にうまいシチュー。結論、うまいプリンやけど、うまい。それでは香港1日目が終わりました。寝ます。朝8時ぐらい。見て、この見渡す限りのビル、これがおそらくスカイ100。あっちにある山がビクトリアピークっていう観光地。人少ないけど一生見てられるわ。スカイ100高いな。ん？こっちやった。重い扉だ。台湾2日目が始まりました。冗談ステーションから地下鉄や。冗談ステーションでマンコック。行きましょう。モンコックっていう駅に行きます。陽明亭モンコック。モンコック行きましょう。おばちゃん、逆走。ちょっと古びた通りになった、ここ。これどうした、ほんま。どうしたよ。人、香港の市場っぽいな、ここは。お腹すいた。ちょっとお�腹すいたな。9時48分、ちょっと遅めの朝ごはん。止まってしまったよ、エスカレーターが。たどり着いた。めっちゃ混んでる、朝やのに。むずい、よくわからんね。日本語のメニューくれました、優しい。あそこで先に買うんか。なるほどね。ありがとう。おっちゃん、おっちゃん。えげつないものが来ましたね。蝶って書いてある。もっちゃん、もち？もちやったら嬉しい。もちじゃなかったら悲しい。美味しい、よかった。よかった。これはちょっと絶望しっけだ。うん、お、すげえすげえすげえ。太っ腹じいちゃん。
Thank you. ごらんこれ。ありがとう。フレッシュフィッシュスキン。おっちゃんがくれた。魚の皮や。魚の皮？皮を食べるやん。すごい。ありがとう。乾杯。乾杯。限界や。おっちゃん。3本目の瓶ビールを買いに行きました。香港マネー。1個目を勢いで全部食べちゃおうと思って、もうお腹いっぱいやから、わーって駆け込んだら、腹減ってるって勘違いされて、もう1個同じのが来ました。2個食べます。動画でいいの？じゃあ、オッケーオッケー。友情芽生えた。お似合いやな。お似合いコンビ。微笑ましい。ありがとう。Thank you. Thank you. Thank you. バイバイ。バイバイ。ありがとう。買い物と。ワッフルとエッグタルト食べる。まだ食べるんや。分からん。雰囲気が変わって田舎になったわ。相変わらずのマンション、庶民的なスーパー。これ俺が飲みたかったやつや。え、安い。430円よ。でかいな。結構でかいな。感動の価格。パンが約120円。俺が香港に来て一番食べたいなと思ったのがこれ、雪見大福マンゴー味。マジうまそう。1600円や。500円ぐらいやろ。こんなこれかな。これでいいや。大変や。いただきます。ココナッツミルクの味がする。なんか有名らしい、このワッフル。いっぱいあるな。やんちゃん、すごいな。太るな。すでに太ってんの。確かに。でかー、顔面。蜂の巣みたい。蜂の巣や。いいね。みんなで上行こう。これ暮らしてんのかな、もしかして。とんでもないバトル。痩せた？痩せた。マッチョになったわ。キングストーン。お、入ってきた。おー、すげー。やっと来た俺たちのバス。 Thank you。 これからマカオ船に乗ります。素晴らしい眺めやな。綺麗すぎる。なんかあんま伝わらんけど素晴らしい。新宅中心。新宅。ちょっと高めの値段設定。190ドル。マカオ行っていいかわからんから行くと。Thank you。 多分こいつに乗る。大変そうやな、これで行くの。行くぞー。マカオ稼ぎに行きます。稼がれ。俺は4億稼ぐけど。乗った瞬間分かりました。酔います。揺れてる。船酔いします。酔わなかった。寝てた。酔わなかったというより寝てた。5カ国目。マカオ、日本、スリランカ、韓国、香港、マカオ。日本ないね。
入る。便利店、便利そう。本日のお宿はこちら、レジェンドパレスインしますめっちゃ寒い、むっちゃ寒い、めっちゃ寒い。 And this is our lucky door coupon。 あまりにもおしゃれ、ディズニーランドみたいこの素晴らしさを伝えたい。おー、ナイスビュー。謎のチケットもらったんで、とりあえずこれに行って買い物してご飯食べて、カジノで4億当てて仕事辞める。そうやなユニバにやってきた。これやります。何色がいい？白？黄色。黄色？そう、青。青？赤、やっぱり。むずない？赤。何が入ってる？やったぜ。何それ？もらいました。何それ？謎のシール、リリーとジュンジュンらしい人が住んでそうな勢いやな。面白。レジェンド輝いてる。めっちゃ綺麗。こっからバスに乗ります。一緒に写真撮ってもらいます。恥ずかしい。インスタ映えスポットが出てきた。自撮りします。映えへん。全然映えへん。やばい、バス来た。バス来た。乗り込みました。無料シャトルバス。今は無料でこのバス乗ってるけど、帰るときはこのバスを買って帰ります。アホや お金が有り余ってるとしか思われへん。どんだけ光らすねん。ミッキーに勝利者のオーラを感じるな。顔がもうすごいもん。全てを得た顔してるもん。ロンドンのバスにちゃんとビッグベン。ベネチアンホテルはなんかかっこいいわ。落ち着いてて大人。一方こっち、あ、電車9と4分の1分の3番線ロエベ、そしてジャージの俺、サンダルの俺。 City of Dreams、 確かに夢があるな。たどり着いた。今日の晩ご飯はここで撮ります。絶対うまいやん。素晴らしい店にやってきました。で、乾杯。担々麺88ドル大きい。麻婆豆腐確か88ドルぐらい。小籠包55ドルです。1000円ぐらい。最高。向かうはここです。ベネチアンカジノ。これすごい、なんかすごいこれマジで勘違いする。以上、ベネチアンからお送りしました。カジノ終わりました。無事にお金が溶けました。お金溶けました。4億の夢は次のカジノで。タクシー乗って帰りです。初乗り19ドルで1000円ぐらいできないけどな。帰ってきました。疲れた。疲れた。おはようございます。今からモーニングカジノに行きたいと思います。昨日の負けを取り返します。やってくれるんや。 Thank you。 バカ熱い。広いな。しかし果たして合ってるのか。合ってる。合ってなかった。積んだ。ちょっとよくわからんところに連れて行かれてる。フォローミーって言われた。いや、めっちゃ急いでくれてます。フライトチケットをもらってもう準備万端って感じ。なんか思ったより全てが順調に進んでしまったけど
きた。しゃーない。行くぞ。なんか行きとは違う空港なイメージあるわ。これですね。2時55分。最後の最後にマクドカブ飲み。離港します。今から帰ります。悲しいな。しゃあない。明日仕事。ハワイアンお姉さん、どこ行くんやろ。あれはハワイちゃん。ほんまよ、アメリカって書いてある。帰ってきました。帰ってきた。帰ってきました。悲しい。